開運2020縁結び出雲の大社と、出雲さんは縁結びとしては日本一と言われています。さあここでですね、出雲大社の参拝方法、皆さんが知っていることから知らないことまでお話します。はい、どうもミスティカルチャンネルでございますけれども、2020年近づいておりますが、来年何年ですか？来年はネズミですかね、ですね、はい、ネズミ年、ということで来年開運ということでこの話をしたいと思います。開運2020縁結び出雲の大社と、これね、出雲大社じゃないんですよ。あ、違うんですね。正式名出雲大社です。ね、いやけどいいんですよ、呼ぶのは。はい、で正式名がそうだということですね。さて、2020年ですね。ネズミ年と言いましたが、ネズミ年の神さんというのがいるんですね。それが大黒天さんなんです。はい。他千手観音さんもそうなんですけれども、ネズミといえば大黒さんという。ですから、大黒天さんもネズミ年の神様なんですよ。でそれとこの大国主の御事は同一神として日本では見られると。同一神、はい、日本にはですね、神仏集合という考え方がありまして、この大黒天と大国主の御事は同じ神様として祀られてきたんですね。ですからネズミ年いいですよということなんです。もちろん出雲大社の御祭神は大国主大神なわけなんですね。さあ、そして大国主大神といえば縁結びです。出雲さんは縁結びとしては日本一と言われてます。神社ではね、あのお寺ではどこでした？愛染明さん。そうですね、愛染明のお寺なんかはいいんですけれども、神社では、やはり大国主の、出雲系がいいということなんです。さあ、そして、出雲大社は出雲の国神仏霊場一番です。これ聞いたことなかったでしょ。これね、出雲の国神仏霊場というのがこれあるんですね。でお寺も含めていろんな霊場があるんですが、その中のもちろん要ではあるんですよ、はい、出雲さんが。でこの出雲さん回るだけでもいいんですが、これ回るともっといいということにはなります。そして国譲り神話というのがありました。はい、これね、なぜ出雲さんがナンバー2と言われる神社なのかということなんですね。で、天照さんの大和族と、それと、まあ、スサノオさん、その後2代目が大国主さんですから、その出雲族と、この2つのですね、部族の戦いがあったんです、昔。それの中で受け入れという、契約を結んだんですね。でその時に、大国主さんがですね、国を譲りますよと、天照さんに言ったわけです。そしてまあ、出雲さんがナンバー2になったわけですが、その中で、まあ、国は譲るけども神殿は一番大きくしましょうということで、困難ができたんです。これすごくないですか。これちょっと見たことないような感じですけども、これ昔あったんですよ、出雲に。ただこれ見てください、こんな足なんで、これやっぱりこう台風がこう抜けていくとこなんでね。だからこれやっぱり1000年2000年持たないわけなんです。けど本当にあったんですね、昔。だからこのちょうど本殿をこう移す遷宮の時にですね、この柱が見つかってます。ですので、もう昔はもっと大きかったと。そしてこれ大事なところなんですが、やっぱりこの時期に行くのがいいんですね。神奈月です。10月ですね。これ神奈月ってどういうのか分かります？そのままだと神のない月。うん、これね、要するに八百万の神がいない月なんですよ、10月。あ、じゃあ本当にそういう意味なんですね。そうなんです。でじゃあどこに行ってるのかと、神さんは。みんな出雲に行くわけです。で出雲に行くから、出雲の地方では10月を神在月って言うんですね。ですからこの時期に行くのがいいですよと。でただこれね、旧暦の10月となるとちょっと後なんですよ。はい。でその頃にこれがあります、神在祭。もうこの頃が多分一番ご利益あると思います。はい、もう神様がいますよという、もうあのオフィシャルに神様がいますよという、時ですね。
はい、そしてこの時にご祈祷を受けるとまたグッと上がるということですね。さあここでですね、出雲大社の参拝方法、皆さんが知っていることから知らないことまでお話します。鳥居くぐります。そしたらね、まず最初に右手に見えるのが払いの社なんです。ここにまず行きましょう。で払ってもらうんです。そしてその後ずっと歩いて手水ですね、手水歩いてこっちにどうぞとかあるけど気にせずずっと行って、そして、鳥居をくぐります。こっからの風景がこんな感じですね。まずご祈祷を受けたいときは左手のこの建物に行ってください。ここで受付ができます。できればご祈祷を受ける、まあ、参拝でもいいです。その後回る順番としてはですね、この左手へ行くわけです。そしてここにお宮がいっぱいありますからご挨拶をするんですが、これね、東西南北ちょっとご挨拶したいんで、ここでは西の神様ありがとうございますと。そしてですね、この裏に行くと曽我の社というところがあります。ここはもう初代の出雲の神様スサノオさんですね、いらっしゃるんで、ここしっかり挨拶して北の神様ありがとうございますと、そして本殿の裏も南の神様ありがとうございますと、そしてここで、またご挨拶して、ここからですよ、難しいのが。ここで神楽殿行きます。で神楽殿でご挨拶して、ここのですね、この境内を抜けたところに神楽殿があるんですが、その間に道があります。ここずっと山の方へ行くわけです。川沿いですね、川沿いをずっと歩いて川渡ったところにですね、山菜社というのがあります。ここ参るといいです。でそこは右回りに全部回った後に、そうですね、行くと。で行ってしっかりとここでも参拝を済まして、そして戻ってきて、でここからですね、反対側行きましょう。で反対側、ここからちょっと隣のところに抜けれるんですが、隣がですね、北島国造館というのがあります。ここへ抜けます。そしてここに滝があるんですね。でこの滝が亀の王の滝というんですが、まあ、少なび尾子など狼がいているというところですね。少なび尾子さんというのは病気を治す神さんなんで、調子悪いとここ行くと調子良くなったりと普通にします。よく結婚式とかもやってますわ。でこれ結婚式やると別れないって言われますね。はい、まあそんなことがあったり。でこれまあしっかり参拝してということですね。これはもう基本は右回りなんですけども、でちょっとこう出てこう、まあこういう言い方ですね、うん、で大事なことを最後に言います。普通参拝は2礼2拍手1礼そうですよね。で出雲さんはこれです。2礼4拍手1礼です。ああ。これだけ覚えておいてください。はい、もう全部2礼4拍手1礼で回るということですね。お社によってやり方が違うということですね。そうですそうです。出雲さんはやっぱり特別なんでね。でこれで、まあ、この時に行くとですね、もうそれこそもう大変なご利益があるということです。嘘か本当かは知りませんが、不思議なことあるもんです。ミスティカルやなぁ。